はい、こんにちは、トールと申します。この動画はケムリクサの話をしますが、今回でしたら7話までの、話で、8話以降のネタバレをせずに、今回初めてケムリクサの、7話までを見た人でも安心して見れるようにということを意識して作っています。はい、そんな感じでね、大したことは言えないんですけど、感想と考察をやっていってですね、みんなでね共有していけたら楽しいかなと思ってやっています。一応何回もね、見ているね考察班の方でもね、最初の時のね、気持ちを思い出していただけたら幸いです。はい、もうこれ7話のやつなんで今更なんですけど、一応その他の番外編的なものに関しての、話も入れないということでね、コメントはね一応ね自由になってますが、動画と概要欄においてはそういったネタバレも全くしないよっていうことです。あとはもう完全にね個人の、感想と考察なんで、場合によっては皆さんにねミスリードさせてしまったりネタバレになってしまったりっていうのはあると思うんですけど、それは意図するものじゃないんで、気楽に見てもらえたらいいかなと思ってます。はい、で2週目以降の方もねぜひぜひという感じです。はい、一応今回はリナジを書いてみましたね。変っていうのとこうねなんとなくこう目がこう眉毛がこうねちょっと若干こうつり上がってる感じが、表したかったんですけどね、なかなか難しいですね。はい、じゃあ行ってみましょう。7話までのね視聴時の感想と、ここ好きポイントなんですけど、話として全体的なね話としては、結構大きく動いた回なんですけど、まず七島で、壁をね発見する。これが七島と八島の境界やったのか、七島の中にさらに壁があったのかちょっとねよく分かんなかったんですけど、その中をね発見して、青虫に追われながらも侵入。青虫っていう表現が正しいのかは分かんないです。で緑のね大樹大きな木に到着してですね、湖というか水たまりを発見して、で反対側に逆にね今度赤い根が迫ってるということが分かって、じゃあ安息の地を目指してどうするかっていう話で終わりました。いや、今回大きかったのがもうなんやかんやで水が見つかったっていうね、とりあえずの第一目標の水が見つかったっていうのは当然大きかったんですけど、なんかリンがやりたいことを見つけたっていうのが一番、大きかったんじゃないかなというのを思いましたね。あと考察勢的にはケムリクサの意味っていうのがね結構見えてきたっていうね、かなり嬉しい回でした。はい、皆さんどうだったでしょうかね。はい、そのわけでここからですね好きだった部分ねちょっとね言っていきたいと思いますね。はい、まずですね、面白かったのが、みんな、湖とか川とかいうのをこの伝聞でしか聞いてなかったから、そのスケールっていうのがね分かってないんですよね。でおそらくそれをこう結構その正しく認識していた緑がなんか夢見がちと言われていたところがねすごく面白いですね。こうやってこう水が溜まってるところで僕たちから見たらこんなんただの水たまりなんですけどね、せいぜい池レベルなんですけど、これがこの島にとっては水が大量に溜まっている場所であって湖なんですよね。この表現の仕方なかなか面白いですね。もっとその琵琶湖ぐらいの大きさをね僕も湖って言われたから想像してたんですけど、元は湖ね本当の湖ぐらいの量があったのかもしれないんですけど、今こんだけしか水がないっていう状態なんですけど、これが島にとってはもう本当に、当分は水の心配しなくていいって夢のようなねオアシスやったってことで、このギャップが面白いと思いましたね。でこの水がちょろちょろとこうね流れ込んでるところで、あこれが川だとか言ってるのこれが川だってめちゃくちゃ可愛いですよね。でリンもこれのことを流れる水って言ってるんですよね。この感じねやっぱりねなんか違う世界の人たちのね話を見ているっていうことでねとても面白かったんですけど、皆さんどうだったでしょうか。はい、ちなみにこれを見つけた時のねリナとかねあと緑のね反応とかも面白かったですね。
なんか尻尾をプルプル震わせてる子犬みたいな感じで、水を飲んでるね、緑とかね、水のね掛け合いみたいなのをね、するねリナたちなんですけど、あとリナムがですね、これねよく見たら両手に水をこうすくってですね、ポタポタとね手から落としてるみたいなね、こう水の光り方で見えたんですけどね、そういったのをしてるのがね、姉妹それぞれでねなんか喜びの表現の仕方が違うのなかなかね可愛かったですね。はい、じゃあ次行きましょうか。あとですね、虫との戦闘がね今回ね結構ね派手なものがありましたね。なんやかんやで、まあ、4話以来じゃないですかね、結構派手な戦いは。はい、で今回の、ね、戦い方、まあ、リナはやっぱりその鉄骨みたいなのをその収納していたところから、まあ、スカートの下側からみたいに見えるんですけど、それを出して戦うみたいな感じですね。でリンは本当に今まで見せてくれた肉弾戦みたいなのをやってくれました。でまあ良かったのはやっぱりその三つ目の戦い方ですよね。この緑のこう根っこを使ってそのロボットをポイポイって放り投げるっていうね、これ多分倒せてないですよね。いや確かにはろくに戦えないって言ってたからそういう意味なのか、もしくは、リナムが見えなかったので、リナムを守って戦ってたのかなってちょっとね個人的に思いましたね。いやまあ若葉のことも守ってあげてほしいんですけど。はい、まああとですね、若葉がですね赤い根と戦うときにですね赤い根のねダイレクトアタックをですねこう封じたっていうね、やっぱりこの青いね壁ですね、青い煙草、青色の煙草はですね相当な防御力を持っていることが分かりましたね。はい、でもリンに至ってはねなんかめちゃくちゃ強かったですね。で歯をソードみたいな状態にして根を切るっていう動作とかも見せてくれて、なかなかいやこういう戦闘はね、面白かったなと思いましたね。はい、あとですね、やっぱり、まあ、今回のね一番の主題というか水が見つかったことはねとても大きかったんですけど、やっぱりこれが、大きいかなっていうふうに思いましたね。まあ最初リンのね昔話がね入るんですよね。これもね前回はね、リクから語られたね泣き虫だったリンの話なんですけど、今回は知らないところを探索するのが結構好きだったんだよリンっていうのを、リツネが教えてくれてですね、なんかその代わりもう今はもう近くでね人がね仲間を失いすぎたからすごい警戒してるリンもね一緒に書かれてて、まあリツネがリンにばかり辛い思いをさせたって言ってたのが若干個人的にはちょっとね引っかかるんですけどね、姉妹を失って悲しいのは多分リツとかリナも一緒だったとは思うんですけど、まあおそらく近くにいたリンに負担がかかったんだろうなってことで、それでいたリンがですね、まあ、若葉への信頼みたいなのも入ってるんですけど、なんかちょっとここ開けて見てみましょうかってね、新しいとこに行こうとする若葉に対してのこの優しいやれよっていうね、言い方ねすごく良かったですね。このこっち側からね表情が見えないところもねよりいいですねこれね。はい、でこれのやれよの意味もねこっちがここからつながってくる意味でねなかなかね感慨深いものがありましたね。それからリンのしたいことに関してやっぱりね、若葉がね、リンさんはどうしたいんですかってね聞いてくれたのねかなり大きかったですよね。水がね見つかってねよかったって喜んでるような状態で、でみんながとても安心した状態でこうリンがちょっと若葉への気持ちにちょっとね気づきかけるみたいな描写はあったんですけど、まあ、赤い根のことがあったので、それは一旦ね置いておいてしまったんですけど、逆にリンがねこれからどうしたいんですかっていう話にね、なったのよかったですね。ちなみにこの真剣な話始まってて最初の方なんか追いかけっこしてるリナちゃんたちがいるんだけど、なんか本当に大事な話になった時にひょこっとここにリナが顔を出してですね、でここにリナたちが固まってて話聞くっていう状態になっていたので、これってなんか多分この走ってるリナたちとは別にここら辺にリナムあたりがいたのかなっていう風に思ったりしましたね。なんか空気をめちゃくちゃ読めるリナちゃんやなという感じで、で、まあ、若葉もですね、そのリンさんがしたいことをやりましょうってね、これからもねたくさんできることがね、増えたしねって言ってめちゃくちゃいろんな煙草持ってますからね。
はい、で、やっぱりリンが原因を見つけて何とかしたい、見えない不安に怯えずにみんながほっと暮らせるならね、それを目指したいっていうことを、まあしっかりとね自分の口からね表明できたのね、良かったなというふうに、思いましたね。なんかあの主人公はリンと若葉もそれぞれね主人公で、あの若葉視点で物語は進むんだけど、なんか物語というかそのそうですね、その人間の物語として考えるならこの物語の中心というか本当の主人公はリンなんだなっていうのを今回は、思いましたね。やっぱり、リンに対して、若葉が投げかける、リツがどうしたんやっていつも言ったりするし、リナも、リンのことでね、好きなものを見つけて生きたらいいなっていいなって言ってくれて、まあ、リナ子もね死んじゃったんですけど、そういったことをねみんなが投げかけてくれてるっていうことで、やっぱり、リンが物語の中心でリンの物語なんだなっていうのを、思いましたね。はい、で普段なんか弱そうな顔って全然 見なかったんですけど、今回のこの悔しそうな顔ねだけね、口元だけ映ったっていうのもね、今までそういったところを見せてこなかったっていうところで、この演出のうまさですよね。それを、結構グッと感じましたね。はい、じゃあ、まあ、次に行ってみましょうか。まあね、まあ、このね赤いのもねノルマみたいなところあるんですけどね、やっぱ今回はね見ていてもね、なんか好きだとかね嫌いだとかそういうことではなく、やっぱ思うところがね強かったですね。次ですね、まあ、今回やっぱ考察班大喜びやったんじゃないですか。そんなことないですか。え、勝手に僕は思ってるだけですか。あの煙草の意味を今まで認識してなかったんですよね。こうなんか煙草についてはなんとなくこんなもんって分かっていた気になってたけど、7話になるまで煙草の煙の部分に全然注目してなかったなと思って、もう完全に本当になんかいいようにやられてしまったなっていうね、参ったなと思って、今回あの白い煙の、ところを歩いていくっていうところで、なかなかこれも面白かったんですけどね。はい、で虫とかもねいて歩いてるんですけど、まあ煙っていう要素に対して結構ノーマークやったなっていう感じで、今回の話としては、煙がですね、指示を出しているというか、虫たちを操ってるような描写がまた後でちょっとね、触れるんですけど、まあそういった描写があった。煙ってそうかって言って、緑の力もあれも緑の葉から出たその煙的な力なんかなって、思ったりしましたね。で当然虫の存在っていうのもそこにつながってきてですね、で、そういった意味で今まで考察していたところが、一つ一つこうパズルが重なるみたいな感じでつながっていく回だったんじゃないかなと、なんか考察しててよかったって思いましたね今回。どうなんでしょうね。あとですね、ちょっと違うとこで管理者の存在っていうのもねちょっとね感じられるような、回でしたね。今までなんていうかこう人類の文明とこの煙草っていうのは別々のものやというふうになんとなく僕は思ってたんですけど、なんか人類の文明は残ってほぼ残ってなくて滅びたとこに煙草っていうのがやってきて、でそこにこう溶け込んでいったっていうところのイメージやったんですけど、今回この青い煙草にね警告の刑の字が、ひっついてきたことによってですね、おなんかこう管理してるやつがいるんじゃねって思いましたね。はい、そんな感じですね、新しい考察要素もこうね出してくれるっていうね、もう本当にありがとうございますって回だったと思いますね。はい、でここまでの伏線がねつながってね、なんていうか今まで世界が壮大すぎてもう太刀打ちできないし絶望的な状態変わらへんと思ってたところが、急にいろんなものがつながったおかげでなんか全体像が見えてきてですね、全体像が見えたことによって、あ世界に立ち向かうことできるんじゃねっていう風な気持ちを、僕は持ちました。皆さんどうだったでしょうか。そんな感じでね、なんかすごい綺麗にね考察班の心をね掴んできた回だったなと思いましたね。じゃあまあね、考察にねちょっとね移ってですね、考察リストに行く前にね自分的にはちょっとね、注目したい考察点があったのでね、一つはですね、管理者の気配ですね、これもですねかなり巧みにやってるんで、結構ね多分ミスリード的なのをさせる要素もかなり多い、
気がしますね。まずですね、今回七島やったんですけど、その七島のおそらく中なのに、大きな木の緑の木があって、それをの周りにこう壁をですね、作ってるっていう状態でですね、それをおそらく守るように壁ができて、赤い根、ね、というか赤霧のね侵入を阻んでいたっていうようなね、描写があってですね、しかもそれがですね、ただの壁じゃなくて、これ今回の壁が特別やったのか全部の壁がこうなのかわかんないんですけど、警戒の警告なんかわかんないですけど、どっちかですねの刑の字が出されたってことでですね、明らかにこれを守るように壁が作られてるっていうことが、分かってですね、しかもこの中はですね全然あの赤霧がないっていうことで、なんか管理者がいるんじゃないかなと思いましたね。というのもですね、なんとなくこう神社みたいなのがね、なんかこういった感じのなんか墓的なものって一応にもあったんですけど、まあ、なんとなく神聖な場所であるということをね、示すための証拠ですよね。もうこれって完全に人間の文化なんですけど、を感じたのと、あとですね、この白い虫がですね、この内側に入ってきてるんですよね、この壁の内側に。で他の虫って壁をですね、壁が閉じた時にですね入ってこなかったんですよ。まあ、そもそもその白い虫も入ってこれないはずなんですけど入ってきてるんで、こいつを招き入れた人間がいる可能性はあるんですよね。でそういう意味もあって気になるところではあるんですね。でこの部分に関しては管理者が陸とか緑の可能性もあると思いましたね。例えば寮かなと思ったんですけど、この多分壁ってその姉妹には3姉妹には使えなかったんで、おそらく開けるとしたら陸だけなんじゃないかなと思うんですよね。でもその漢字というか文字とかが分かったりするのは緑なので、この白い虫もですね、カタカナでメッセージを送ってくるんですよ。これってなんていうかこう漢字を使ってないのはそのロボット的なものだからっていう可能性もあるんですけど、そのプログラム的なものをその入力したのが力だったから漢字を使わずに、まあカタカナで送ってくるっていうね、可能性はあるんですね。でだとすると力と陸が絡んでる可能性も、あるんじゃないかなとね、この部分は、思いました。ただですね、なんか部分的に見るとそんな風な感じはするんですけど、なんか登場人物の言動とかを見るとあんまりそんな感じもしないで、結局もう今回この場所からはね次の場所に行ってしまうので、管理者がいない、全然いない可能性もね普通にあるので、いやなかなかこう憎い仕掛けをしてくるなっていうふうに思いましたね。はい。あとですね、まあ、これがね、見えたのは大きかったですね。赤い木と緑の木が、まあ、相反する存在というか、対する存在なんだなっていう感じのことが書かれてですね、いろんなところが、結構合点がいった感じになりましたね。赤い木から、まあ、赤い根がおそらく出てるんだろうと、まあ、赤い木のことは言われてなかったんですけど、まあ、赤い根があるってことはおそらく赤い幹があるだろうってね、立念が言っていたので、まあ、ここは仮に赤い木っていうものがあるとしてですね、赤い木と緑の木のね戦いがあって、赤い根、赤霧、赤虫がね出ていってて、緑の根の方は緑の歯の力を、使って、赤虫を無効化していたと、そんなわけでですね、緑の葉の力によって赤虫がね普通の虫に戻るっていうのも、なんていうか直したりするというよりは赤いものと緑のものの、まあ、対立というか、対立構造的なものがあって、こうなってきたんかなっていうふうなことを思いましたね。でそれだとすると結構いろんなことが、納得がねいってしまうので、これはなかなかいいなと思いましたね。特に緑の力でですね赤虫が元にね戻るっていうのも、なんか緑の木にとって都合のいい存在に戻してるっていう感じに見えますよね。で、赤い根は赤い根で、この虫たちに指令を出して、緑のね木、緑の、ね、今回やったら緑の根を食べていたので、緑の力とか他の煙草の力とかを、まあ、奪ってしまうように動いていたって考えるんだったら、すごく、分かりやすい対立になりますよね。
赤い虫は全部その煙草を狙っていたので、赤い木が他のね煙草をですねどんどん食べてね侵食していこうと思っていて、もしくは水を奪おうと思っていたとしたら、なるほど、赤虫の行動もね、納得いきますしね、そういった意味でね、あ、こういう対立構造やって考えたらいいのかっていうね、なかなか盲点でしたね。いや、多分考察班でねよく分かってる人はね分かってたんだと思うんですけど、はい。あとですね、まあ、前回見返していたのと今回の話でね思ったのがですね、虫とですね煙とですね、あとリナ玉の存在、について今回ねちょっとね自分はね注目しましたね。今回なんですけど、まず、煙によるね指令っていうことで、虫をね操作できる、虫を 変色させて操作できるってことが分かったんですよね。で、青い壁は、どこかに、まあ、幹か根が葉があるのか分かんないですけど、これって若葉が出したシールドとほぼ同じ状態なんですけど、これをですね害する、攻撃をしようとしたから煙が出たのか分かんないし、もしかしたらリンが本体を使おうとしたので、本体の赤い葉っぱに、反応して出たのかは分かんないんですけど、まあ、青い煙が何らかの指令を出して、まあ、排除しようとするというか、青虫っていう、まあ、存在にですね、なったものを操作したっていうことで、この形ねすごくすんなりいって、あの主が倒れた時にあの管理色検出って言ってこう動き出したじゃないですか。これもその何らかの指令を受け取るか、もしくは何らかの指令を与えてくれる存在を認識したからついていったっていう可能性もあるんですよね。もしくはあのさっきも言ったように、あの力とかが何らかの指令を一旦打ち込んでたんやけど、赤い煙で、上書きされてしまってて、それが戻ったから、それに従った動きをしてるって可能性もあるんですけど、そういったものでですね、煙による指令っていうもので動く存在がこの虫なんじゃないかなっていうことと、この間4話をですね見返していたらですね、よく考えたらこの虫とリナタマめちゃくちゃ似てると思いませんか。リナが、リナ玉を動かす表現ってね4話に出てきて、これって主を攻略するために、わざわざリナの能力が一つね、示されたっていうような感じにね見えたんですけど、実はちょうどこの主から、白いのが出てきた、タイミングもですね、よう考えて同じ、全く同じなんですよね。だからリナの能力を示したり、する意味と、このリナ玉のは何なのかっていうものが実はこの虫とかなり近い存在やったんじゃないかなっていうのを、ちょっとね発見してですね嬉しくなったんですけど、まあ、外れてる可能性もあるんですけどね。というのもですね、なんとなくこの虫たちってその色に染まる前の状態って白とか水色の状態じゃないですか。で、この状態があるとして、まあ、これがどの力で動いてるのかっていうと、白か水色の煙草の力で動いてる可能性が、あるなっていうふうに思ったんですよね。で、なんでそう思ったかっていうと、リナ玉がですね、緑ちゃんの葉っぱを持ってですね、主のとこに向かっていって、最後ですね、葉っぱをばらまくシーンがあるんですけど、この時にですね、リナ玉がバラバラになってですね、よく見たら水色と白の、まあ、これ光の加減でそう見えてる可能性もあるんで、色は断定できないんですけど、明らかに緑ちゃんじゃない葉っぱが散ってるんですよ。で、これが例えばまあ仮にですね、まあ水色、空色にしましょうか。空橋の話だったんで、そうね、空色にしたとしたら、空色の煙草の力が何らかの力で、虫とかリナタマに働いてるんじゃないかなっていうふうに、思いましたね。で、それをの裏付けるですね発言をね拾っていこうとするとですね、過去にですね、リナがですね変なものを食べて動けなくなった回が、あの話があったっていうのを言っていてですね、ちょうど虹島に入ったとこかな。で、あ、じゃあそんでリナ自身もあの変なものを食べたら混ざっちゃうな、煙草を食べたら混ざっちゃうなって言っていたので、もしかしたらリナが過去ですね、おそらくはそのこの水色か白の煙草を食べて動けなくなったんだけど、
そのことによってあのこのリナ玉を動かす能力を獲得したんじゃないかなっていうふうに、個人的には思いました。実際リナの能力って謎な部分が多いんですけど、そう考えたらいろいろとこうなんていうか辻褄というかね、納得がいくところがあったので、これはおそらく水色ケムニクスの能力なんじゃないかなっていうふうにね、ちょっとねあの仮説を立ててみたんですけどね。そうすると結構ねすんなりいったんですけど、皆さんはねどう思うでしょうか。そんな感じでですね、やっぱりね考察するのがね掘れば掘るほど楽しい、なっていうのをね今回さらに、再確認しましたね。はい、ではでは、ちょっとね、長くなってるんですけど、一応まあいつもの考察リストにね行きたいと思います。はい、まあ大体もうすでに言ったからいいかなと思うんですけどね。はい、まずですね世界なんですけど、ちょっとね表をねあの整頓してみました。今回のタイミングでやっとかないとおそらくすごいいろいろごちゃごちゃになって追いつかなくなるというね危機感があったんでね、ちょっとね書き直しましたね。今回ちょっと思ったのは、太陽が結局ずっと見当たらなくて、もしかしたら、作中に夕焼けとかあの青い空と思っていたのって単にケムリクサの光なんじゃねって、ちょっと思いましたね。まあ、特に今回の、壁がですねあの明らかにこれ空の青と同じ色だったので、我々はもしかしたら太陽がない場所を太陽があるように思わされているのかもしれないとちょっと思いました。あとですね、建物の後から木が生えてきたみたいな構造ですねって若葉が言っててですね、確かにこの辺見ると本当にそうなんですけど、まあ、これを言ってくれたことによってですね、あ本当は逆のパターンもあったんやなっていうのにちょっとね、気づかされましたね。要するに、これって太陽がない世界なんだから、何か全然関係ない隔離された空間で、赤霧とかが、すごく、満ち足りていて、もしくはまあ緑と赤の戦いみたいなのが起きているところに、上から建物が降ってきた、みたいな、そういった感じのことも考えられるなと思いましたね。僕は地殻変動と思ってたんですけど、建物が上から降ってきたんやとしたら、そのいろんな 地名のいろんな土地のね、日本のいろんな各所の場所がバラバラに存在していることも納得がいくので、そういう可能性もあるなっていうことでですね、まあ今回はそれはね否定されたのでないと思ったんですけど、逆に考えたらそういうなんていうか考察もできたんだなということでね、新鮮な気持ちになりましたね。はい、今回出てきたのは七島での、話です。特にまあ新しい要素っていうのはね、なかったんじゃないかなというふうに、思いますけど、壁についてがねやっぱりねこれね青色のね煙草やったっていうことが、はっきりと分かりましたね。で、姉妹の攻撃パターン的にも、まあ、やっぱりある程度の物理的なダメージを与えなければ、いけない、しかも与えてもほとんど効かないということで、青い煙草の防御力はやはりものすごいものやっていうことが、ここでね分かりましたね。で、リンが本体を使おうとしたタイミングで煙が噴き出したので、何に反応したかはまだ断定できないんですけど、あとですね、まあ、警告の K の字が出てるのが、イレギュラーなのかここだけなのか、それとも全部なのかっていうのは分からないっていうところなんで、もし次の壁があったらねはっきりするかもしれませんね。はい、そんな感じですね。この辺はねすごい情報が、いっぱい増えましたね。はい、でまあこの何なんでしょうね、どういう風にリストをまとめればいいか分かんなかったんですよね。あの煙草が全ての中心にあるせいで、このリストの並び順をどうするのが一番いいのか分かんなくて、困ってるんで、あのアドバイスがありましたらお願いしますね。結局この姉妹たちもですね煙草に深く関係してるんで、もうなんか煙草だらけなんですけど、はい、じゃあ、行ってみましょうか。で、まあ、今回はリナたちの情報っていうのはそこまで増えなかったんですけど、リナ玉についてですね、再度ですねちょっとね見返す価値のある回やったなっていうふうに、思いましたね。はい、まあ、リナ玉がですね、まあ、遠隔操作で動いてるのか自動コードで動いてるのかねちょっとわからないんですけど、やっぱり虫たちに近い、存在な気がしてきましたね。で今までに言われたことをつなぎ合わせるとなんとなくそんな、確証が出てきましたね。はい、あとですね、リンに関してなんですけど、やっぱりここ今回ね自分の気持ちがねはっきり分かったところは大きかったですね。はい、
あとまあなんか一目惚れ的な要素があったはあったんですけど、なんか特徴を葉っぱで引き継いでいくんやったら、その最初の人の葉っぱをリンが取り込んでるっていうところと、なんかこう若葉に対してね過剰にね反応したところもね近いんじゃないかなってねちょっとね思ったりしましたね。なんとなくその気持ちと、今回そのリンの気持ちに話がちょっとね、クローズアップしかけたんで、思ったんですけど、まだリンの気持ちとしてそんなに若葉に対してね大好きってなってるわけではないので、なんとなくこう一目惚れとは違うような印象を受けましたね。この辺はまあただの印象なんであれなんですけど、次ですね、若葉はですね煙草のほとんどを操作できることが可能なんだということが、分かりました。陸が使っていた雷のやつはちょっとね無理そうな感じもするんですよね。ただその渓谷の壁をですね操作可能やったっていうところですね。なかなか今後もかなり期待できるキャラクターなんじゃないかなと、思いましたね。もうなんかもう主人公スペックになりましたね、なんやかんやで若葉くんが。素晴らしいと思いますね。で、陸と緑はもしかしたら姉妹を追跡している可能性も、あるのかなっていうふうに、ちょっとだけ思いましたね。はい。で、まあ煙草、もうこのねリストがねなかなか難しいですね。どう並べるべきなんでしょう。煙草自身なんですけど、分かったのはやっぱ幹とか根とかからまあね根や枝がね幹から出てきて、で葉っぱがあってそれぞれが本体を持っているっていうことで、で葉っぱの状態からでも根の状態からでも何らかの指令を持つ煙を吹き出してですね、でそれを虫に当たった場合はその虫がその色に染まるという形なのかなっていうような感じですね。でまあ昼夜の発光が煙草っぽいなっていうふうに思いました。はい。で今回やっぱ虫ですね、煙を受けたらその色に変わるっていうことがねはっきりしましたね。やっぱり赤虫はね赤い煙で変形して緑の煙を受けると、それが解除されるっていう形みたいですね。で今回ね一応青虫っていう名前にしましたけど、攻撃性はね低めやったんでね壁の中に持ってこなかったんで、やっぱ赤虫とかとはまたちょっと違う立場なんだろうなっていうふうに思いましたね。だから赤と緑と青はそれぞれ違う勢力なのかもしれません。はい。で白いのが壁にね侵入できたのは謎のままなんですけど、まあでもその敵という感じはしないので、まあ助けてくれたらいいなと、個人的に思いますね。前もね、助けてくれたので。で、こういった虫とか白いのはこの空色の煙草に関わってくると僕は見ているんですけど、まだちょっとね分からないですね。はい。で赤い根がまあ言ったらねラスボス的なことですね。リクが前回言っていたねぬくいの感じるだろうっていうのはおそらくこれなんじゃないかなと思うんですけど、ある意味これがねラスボスで、これを倒せば、みんなが安心して暮らせる生活が、見つかるかもしれない、っていうところですね。結構目的がね明快になりましたね。はい。で緑の、体重に関しては、おそらくかなりの勢力を持ってたんやけど赤い根との戦いに敗北したんじゃないかなと、個人的には思っていますね。はい。で、意外だったのが緑ちゃんの成長速度がね意外に速かったのでちょっとねこれは覚えておこうと思いました。数時間ぐらいで、まあ、数分かな、まあ1時間か2時間ぐらいの間だとして、すごい成長速度だったので、で緑ちゃんの効果なんですけど直すというよりは、緑にとって都合のいい状態に戻しているのかなっていう可能性をちょっと思いましたね。で青色煙草はの青色って若葉が言ってたんで名前ね、前回まで水色って言ってたんですけど青色に変えておきました。でこれはもう壁とほぼ同種類の、ものであるっていうことで、問題ないと思います。あとですね、6時も取る時の紫色のクリあの煙草っぽいのが光ってたのやつは一応藤色にしてですね、今回生えていたのをですね、7時間の煙草ですね、これですね、
これはまあ紫煙草ととりあえずしてですね、若葉のですね煙草めちゃくちゃ増えたんですけどね、なんか多分ね全然役に立たへんのがいっぱいありそうな気はしますね。はい、で、今回僕は空色煙草についてちょっとね注目してみたんですけど、皆さんのね、ご意見とかありましたらねお願いしたいですね。はい、そんなとこです。はい、結構ね時間ねまたねかけちゃったんですけど、なんかこう増えてきましたね次回は何を書くことになるんでしょうね。はい、そろそろリナッチを書くべきなのかな。そんな感じで、今回ね本当にねご褒美いっぱいもらったみたいなね感じの回でしたね。で次回はですねもう戦場にね旅立つっていう感じなんですけど、見てる方のモチベーションも高いですね。あの姉妹がねなんか本当に死にそうでね怖いんですけど、ただ見てる方の気持ちとしては結構目的がねはっきりと固まったので、そういう意味ではもうねあの煙草もねしっかり持ってるしね、でもう緑ちゃんもめちゃくちゃ成長してですねやる気満々やし、まあこのポーズはですね立命がさせてるだけなんですけど、水バッチリでですね葉っぱもバッチリなので、もうできるだけの装備はねしっかり整えたっていうことで、今回迎えますっていうことですね。なんかそのどこが終わりどころなんやろうっていうのがね全然見えなかった今までに比べたらですね、状況はかなり険しい道やし、なんかすごい姉妹もなんか死にそうな、ね、多分凛と若葉以外はなんか普通に死ぬ可能性があるというか、物語的にも死ぬ可能性があるなって思うんですけど、でもはっきりと目的が見えてるんで、なんかすごくここまで見ててよかったなっていうふうに思いましたね。はい、まあ、もちろんあの白いのにもね期待してますよ。はい、そんなとこですね。そんなわけですね、やっぱり今回はやっぱりなんか考察しながら見続けてよかったなと思える回でしたね。なんていうか考察していたこととストーリーがですね両方ね楽しめるアニメだなっていうことをね再確認しましたね。はい、なんでしょうね、結構前にコメントでもらったいろいろ考察したり、探したのを出してるときにこう必ず見つけてくれるという視聴者への信頼とかいう、コメントがありまして、この言葉すごいね、個人的にはね気に入っていますので、我々は制作者に信頼されてるんだと思いながら、これからもね考察していけたら楽しいかなっていうふうに、思いました。はい、それでは今回は以上です。長い時間ですね、ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。